はい、長嶋まなみ騎手はね、マーメイドステークスに逃げ切りまして素晴らしい騎乗だったということでね、そのあたりを解説していきたいと思いますね。なぜ彼女が逃げ切れたのか、まあ、50キロという斤量で4番人気だったんでね、最初から逃げ切るんじゃないかなと思ってた人は多いと思うんですけれども、なぜやすやすと逃げ切られてしまうのか、なぜ勝ってしまうのか、そのあたりを、紹介していきます。これはマーメイドステークスの出馬表ですね。長嶋まなみ騎手は7枠13番アリスベリテ、単勝オーズ 9.1 番4番人気の馬に乗ってますね。戦績なんですけど、まだね、2勝馬クラスを、しかもあの平場ということでね、なんとか1勝したところ、逃げたかったところ、勝ちタイムはですね1分57秒8ということでかなり早いんですけれども、これはまあ京都ですんでね、まあ、今回も京都ですんで、このタイムを逃げて出せれば、1分57秒8というタイムを出せればね、勝ち負けできてくるんではないかという、期待を込めての4番人気ですね。しかもこの時53キロですけど、今回50キロですからね、うまいこと乗れれば勝てるんじゃないかなというのは、最初から十分目算がつく感じですね。この辺りがいいスタートですよね。まあ、外からかぶせていきます。もうまず真っ向からということですね。下の方にあの今65、66、67秒で68秒、70秒と書いてありますけども、速度ですね、目いっぱいですね。70キロというとこの辺りまで65秒、66秒で行ってたわけですから、この辺からまあ落としていくんですけど、60秒ぐらいまでね、一気にスピードを重ねて一気に走っていきます。でも1番以降ですね、もう置き去りにしちゃうんですよね、この辺で。ただこの辺で50秒切ってますね。60秒ぐらいまでちょっと遅くペースを落ち着かしてるんですけどもね、他の馬というのはもうこうやって抑えるのがいっぱい、折り合うのがいっぱいですね。 1000m 通過は58秒3ということで、もうめちゃくちゃ速いですね。これだけでまあ一気に逃げられてしまうと、勝てないなという感じ。この馬自体57秒であの走ってるっていうのは前走走ってますんでね、あと 1000m の前1分ぐらいでまとめれば勝てるなという、計算上分かりますね。この辺りも61秒出してるからそんなに速いわけじゃないんですよね。でも後続との差がもうぐいぐい広がるという感じでね、他のまま直線入ってからの勝負なんでしょうけど、もう残り 200m の段階でね、まなみ騎手もね、もう落ちてるんですよ。57秒56秒ということでね、まあ、最後まで持ってくれという感じで追ってはいるんでしょうけれども、スピードは落ちてますね。結局1分57秒2で抑えて勝ったという感じですね、やれやれだったという感じですね。いかがでしょうかね。軽量馬の牝馬の重賞の勝ち方ということですね。最初から直線なので、そこのところでもう目いっぱいスピードを出して、60キロから61キロ、62キロ、70キロとね、どんどんとスピードを重ねていき、後ろを、突き放す。その上であとはだいたい60キロぐらいですね。これで巡行して1分57秒ぐらいでまとめたかったという感じですね。京都とかね、平坦ではよくあるケースだと思います。競馬って、抑えていてね、上がり最速だとやっぱ勝てる可能性は高いですけど、それと逆にこうやって前に行って抑えて勝つ、これも競馬の醍醐味だと思いますね。素晴らしいレースだと思います。